HKT48 の矢吹奈子が19日、自身の TikTok を更新。コスプレ姿を披露し、反響を集めている。矢吹はピンクのボブヘアのウィッグに角の耳アクセサリーをつけて、テレビ東京系にて毎週土曜夜11時からアニメも放送中の人気漫画、スパイ×ファミリーに登場するキャラクターアーニャに扮した姿を披露。ワクワク、と添えつつ、TikTok で流行している、同キャラクターのセリフ、アーニャピーナッツが好き、を楽曲にミックスさせた音源に乗せて、目を左右にキョロキョロさせる可愛らしい様子を公開した。大きな瞳が際立つビジュアルにコスプレがマッチした、キュートな動画となっている。これを受けてファンからは絶賛のコメントが殺到。可愛すぎる。アーニャになったナコちゃんも押す。ウィッグも馴染んでる。この音源待ってた。キョロキョロするの可愛い。すごく似合ってる。など多くの声が寄せられていた。同作は、少年ジャンププラス、集英社にて連載中の遠藤達也による漫画で、凄腕スパイの黄昏が極秘任務のため、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者、アーニャ、殺し屋の夜と、仮はじめの家族、となり、お互いの正体を隠しながら世界平和のために様々なミッションに挑むコメディ作品となっている。